なくてよかったので めちゃ楽しかったです。楽でした。安心してこう自分も楽しんでやっておりました。そうですね、その回される方っていうんですか。でもめっちゃ美味しかった。すっごい美味しかったポテト。あの黒い塊なんだろう、ブラックペッパーかな。今日のお店ロフト9で出されてたポテト酔っ払ってる？え、全然。あ、そう、あのね、上映会の途中みんなも好きな飲み物飲むみたいな感じで、私は白ワインを飲んでて、白ワインと、あと、まあ、楽屋の時からもう何飲むかで盛り上がってたの、すごく。ああ、確かにね、みんなの前で飲むって確かにないかも。そうだね、初めてだったのかな、じゃあ今日が。そうかもね。まだロフトない？ まだいるの？何してるの？なんか買ってるの今？ほぼ知ら、あ、全然酔ってないです。あ、チケット買ってるの？頑張れ。私お家に着いちゃったよ。そんなに時間かかっちゃってるんだ今。いろいろ物販とか、何、サイン会とかも参加したの？嘘、大丈夫？ だって時間、まあ、まだ大丈夫か。あ、でも帰る方向によっては近くなってくるのかな。あら、それは予想外だったね。あ、いろいろあるのね。あ、私はもう応援することしかできないよ。頑張って ね、ネットでこうやるようにね、直接変えた方がね、分かりやすいしね。私今もやってるみたいなんだけど、ロフト9のとこで買うとなんかいい席を買えるみたいだし、そりゃあね、今買っちゃいたいよね。ほろ酔いでもない、全く 全然全く可愛くない。そんなめちゃめちゃ飲んだわけではないですけれどね、一杯だけ飲みました。私は時間告知してました。あ、これ結構前だったのかな。でもチケットもう販売が終わって、売り切れて販売が終わってしまったので、そう、もう当たった方、席確保できた方しか今日は参加できなかったやつなんだけど、だっけ強いの。でもあんまり飲まないからよくわかんないな。テトは本当に美味しかった。ポテトパクパク。サイゼで見てね、確かに今日のサイゼはね、めちゃ近かったよね。私さ、みんながさ、一番最初、一番前の列に座ってる人、ステージにみんなドリンク置いてて面白かった。良い順番してた？いいでしょう。私のポテト。あそこめっちゃ良くない？でさ、通路とか真ん中来てさ、あそこでファンイベとか良くない？ああいう雰囲気大好き、私。そこで私もイベントやりたいな。ねえ、今日ね、近くて楽しかったね。私でもさ、で後ろの方の人はあんまり見えなかったかもしれないから、それが大丈夫かなって感じだったんだけど。ねえ、もうみんなとしばらく会えないね。来月、その本番とかじゃないと
まああれもそんなね会えるって感じでもないかなね。やっぱり舞台とかだとね、自分の素の自分でいられる時間ないからね。マロさんのサインもらってしまった。よかったやん、よかったじゃん。なかなかそういう機会ないですからね。最近よくポテト食べてるね。毎日食べてます。りんちゃんの線欲しかった。だからさ、楽屋とかでさ、あの舞台見た方は分かると思うんだけど、あのエミさんとかアンさん、地雷さんとマリリンさんですけれど、2人があのサイン抱えてたから、私めちゃめちゃ早く着いちゃって、ずっと見守ってて、いや全然時間あるから私は書きますよって言ったけど、なんか事務所はダメだからってすごい事務所に聞かないといけないからって言われてダメだった。そう、NG 出てたとかじゃなくて、そういう聞く作業が増えてしまうから、いいですよ、書くあるだってあるだって、私は書く気満々だったよ。そういうのが大変みたいです。じゃあリンだけでもって言ったんだけど、こんなシュンシュンシュシュシュンで終われるからだけでもって提案したけどダメでした。まあね、そのね、最下位大丈夫遊んでら、でちょちょって書くだけだから、あ、イラストもね、犬、あ、うん、なんか驚かしたのかな、ワンワンじゃないですよ。おこが遊んでたんだと思う。楽しいイベントだったね。とっても自由で楽しかったですし、でも自分がこう仕切らなくていいってところがとてもあの楽でしたね。安心できました。寝る時間だよ。いつまで廊下で遊んでるんだ。寝るんだ、早く家に入れ。やばいな、今日どこまで進んだんだろう。今日も私がやってる裏では稽古は絶賛進んでいたようですので、進むな私がいない時にいつもこうだ。明日からとても稽古漬けな毎日になります。頑張るの。酔ってない、本当に酔ってない。今日に関しては飲んでいますけど全然酔ってません。多分このくらい、このくらいのやつだった。こういう後半ね、そうそうそう、後半追い上げ女だった。そうそうそう、多分私はそうだね、一人でお家で飲んでいたとしたら、4杯くらい飲んだら4じゃないかな。でもそんなにしょっちゅう飲んでるわけじゃないからわからないです。ほんと、まあ今はね、人と会う機会、人とプライベートで会ってこう外で飲んでみたいなことしないから、3、4ヶ月に1回ぐらいしか飲まないかも。
ね、なんか次の日何かあるとか思うとなかなか落ちて、てか、うん、シンプルに時間がない、帰ってきてから。そう、そこで追って楽しんでいる場合じゃなくて、本当に日々が。うん、行かないですね。私ああいうのってやっぱり時間をちゃんとね、楽しめる時間をちゃんと取って楽しみたいみたいなところがあるじゃない。あ、そう、この間そのあのね、お誕生日がみたいな時はなんだけど、全くやっぱり舞台とかやってたりそういう時には、まあ、外行かないしかな。うん、だから今日行ってみて、お、あるみたいな。そうそうそう、なんかね、急いで心も切羽詰まってる時にはね、うんうん。寝酒って何？デザート部のショールーム見た？うん。いつやったんですか？あれ？いつやってたんだろう？どんなお話し合いになったんだろう？昨日か、あ、そうか、昨日か。りんちゃん熱望されてた。え、どういうこと？なんかなんだろう、何があったんだろう。熱望？なーに？なんか良さげな、求められてるじゃん。何よ、何で。りんちゃんを射止める男が羨ましいよ。なんで諦めるな。諦めないで。メニュー、ああなるほどね、メニューのイラストね。確かに確かに、そういうところでなんかお役に立てればいいな。そう、どうしてもちょっと抜けられなかったので、どうし、そうね、昨日そうだから撮影やってた時だ。諦めちゃうよ。いや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 、ぶつかってこいや。りんちゃんの声が好き。ありがとう、よく言ってもらえる。ぶつかっていいな、ちょっと着てみ、試しに着てみ。ガード硬いけど、そう、ガードもこんな。めっちゃマロさんにめっちゃガード硬いって言われた。こんなマジでみたいな感じだったのかな。ほんと可愛くね、女だなって思われてるんだと思います。いいんです、私は人の、人としてのそういう何ですか、人としての魅力はもう捨ててるんで私は、うん、そういうところは諦めてるので大丈夫です。可愛くない。今そういうの必要ないと思っちゃってるから。なんか何、なんか私とね、ちょっと今日から頑張ってミュって呼んでるんだけどさ、私とミュってすごい正反対なところにいるなっていうの。やっぱ可愛いじゃない、人として話しかけやすいとかさ、なんかツンツンしたくなるみたいな。私もすごい好きだし、なんかこうニュって抱きしめたくなるみたいな、なんかそういうさ、なんか受け入れてくれそうとかさ、ああいう温かみ、可愛い、優しいみたいな、そういうのって私にはと、まあ多分頑張って意識すればできるんだろうけど、なんかね、無理。いいじゃん話、まあそう、お話し会とか私がやっぱ話、みんなと話したいなとかさ、みんなも好きで来てくれてるから、この
向き合ってるじゃない、お互いが。だからきっとそういう楽しい会話っていうのが成立してると思うんだけど、無理っていうのはやっぱ私は あまり器用ではないので、頭の中やっぱり今与えられてるこう仕事とか練習しなくちゃいけないもの、やらなきゃいけないもので私はもう頭がいっぱいなの。使うエネルギーがそっちにかけられないんですよ、こう容量的にっていうか。無理なのそういうところに。そうだからこっちの仕事が完璧な状態でないとこう人に話しかけるとかそういうところまで回らなくて、頭が。そうだからこうこっちは本当に 100% じゃなくて120ぐらい200ぐらいのクオリティに持ってきたいとか、そっちの方に全エネルギーを注ぎたい、注がないと無理みたいな、成立しないじゃない、なんだろう、こっちに行っちゃってるから。だからそういうね、人間的なところはもう諦めてるの。そう、それじゃあモテない、うん、今はもうそれでいいなと思ってる。だからそのそういうところを人間的な魅力的なところを捨てた分、ちゃんとこっちで成果を上げようとか、今はこう人と最低じゃない、私マジで最低じゃないそう、そこはもう諦めて、とにかく今は結果を残そうとか、そう頑張ってるの今。だからありがたい、みんながそうやってベクトル全部こっちに向いてるから、その分みんながこうね、好きだよとか言ってくれるのはとてもありがたいです。ガチです。私みんなだってそんな、私がさあいろんな人にさあこんなことしてたって不安になるでしょきっと でしょ。逆にこっちの方がみんな安心するでしょ例えば私はこういう配信とかではすごい素で話せてるからさ、ちょっとメンバーとか誰か見られてたらちょっと困っちゃうんだけど、でもなんかね、こういう見てるから嘘だーと思うかもしれないけど、私はそう昔からダメなんですよ、そういうところが。ちゃんとそれも認識してる。だから本当はとかさ、わざととか思うかもしれない。私は昔からそういう見られ方をするんだけど、あざといとか、意外と私一番あざといから無縁のところにいますからね、本当に。本当ねえ、硬い頭硬い女だよ私は。ちゃんとあざといから、だからねあざといっていうことをやってるみたいな感じ。それはあざとくないんですよ。うん、だから安心してくれみんな私そうだよ、ガードすごいんだから、私もうどこにも好きないからねめちゃめちゃカタカタ女ね、だからもっと物事を柔らかく考えろっていう、うん、
ていうエールだったんだと思う、あれは。マルさん、なんかあれ、なんかアフタートークの時もそれ言ってなかった？なんかなんかこれ聞いたの2回目だなって感じがした。みんちゃんなぜ AKB に入ったの？もうだからそれもさ、なんかね、すごい人になりたいとかさ、でなんか自分が、まあ、落ちたとしても受けたこの事実が自分の今後のなんか武勇伝になるかもみたいな、そういうところだったから。俺はそんなベリン嫌いじゃないよ私もそんな自分が好きだ面白いに酔ってないです。酔ってたら怖い、なんか自分が何話すか分かんないから怖くて配信できないと思う。いやでも本当に、でも最近はそんなこんなに今話したけど、でも全然今はやっぱりなんかすごい今自由にやってるよ楽しいよ今いや本当にさ、今日ショックだったのがさ、不幸だったんだ私と思って、別にそんなに自分のあれが不幸と思ったことなかったんだけど、今日不幸顔って言われて、えあれ、ま、当て書きだったんだってすごいショックだった今日。うん、え絶対違うよね、私全然そんな不幸顔じゃないよね。いやでもやっぱりね、ここで見せてる顔とね、稽古場でなんかムンってやってる時の顔はさ、やっぱ違うか。そのマジの時でやっぱそんな、こいつ本当に幸せそうに生きてるのかなみたいな感じで思われてたのかな。ちょっとすごいショックだった。分からん。え私そういうことはまたちょっと反対なところにいるんじゃないかなと思ってたけど、まあ確かにね、こう、まあ、すごいこう集中して覚えてるみたいな感じで、なんかそう楽しそうにしてたらぶん殴られるかなみたいな、そうそういうそういう怖えなみたいなところもあるから、このドアを開け靴を脱いでここの稽古場に入ったらそうみたいなマインドだったからね。そうだよね、絶対そう。いやほんと、いや別にそんな幸せ顔と言われなくてもいいけど、不幸顔はちょっと不幸じゃないけどねみたいなそやぞ世界の美しい明日行ってやろ う言ってますよ、今日言えばよかったね、そんなこと言いますけどね、私は私みたいな、こんなにこの話ネタにする人もいないけどね。いやいや逆に真剣な顔がそう見えただけで、それが問題じゃない、その真剣な顔を不幸顔って言われたんだよ私。開始してやるどうい、何にも考えないであそこやってた。MV で疲れて、いやそこだけじゃないから、あの付き合いがもう 4,5 年前ぐらいからずっと付き合いがあって、
見てもらってて、だって真面目にだってあなたが描いたキャラでしょって、そりゃそういう顔になるわって。で役的にそんなニコニコじゃないじゃんあれだって、そりゃだってさみたいな顔してるじゃん。いやそりゃさ自分で描いたんじゃんっていう、まあ、普段の私がってことですよね。だからニッコニコでやっちゃうんだから私、ニコニコ、そういうことじゃねえよってね。はい、うん、もう次もしね何年後かにまた違う役で次もう当て書きのあれ変え、もうね変えちゃう、変えられるぐらいもうほんとこの稽古期間ほんとにへにょへにょニコニコ元気キラキラパワーみたいな感じの林岡部でいこうと思います。パワーの使いどころ間違ってる、違う違う、あそうやめとくわ、やっぱ人間性捨てるわもう演技をするってことに全振りします、やっぱ諦めます。極端、はい、ちょっとそういう調整するのできないので、いいな、ここにいるときはもうそれで、それが正解なの私は。ただもう本当にもう一回言っていいけど、今日のポッタは美味しかった、もう一回行きたいなあそこ。ちょっとポテトの序列が変わってきたな私の中で。ねえ、やっぱね今ねもう本当に毎日私今ポテト食べてるのね。どうでもいい、ちょっと聞いてまあでもやっぱり今まではマクドナルドのポテトがやっぱりうん、まあ、コスト的にも来る速さ的にもみたいなところ、まあいろいろ総合で1位だった、もう結構王道なとこ、もうここだった。でもやっぱりいろんなそういうポテトが売っているお店で食べて、サブウェイはちょっとね超えた、うん、サブウェイのあのコロコロのポテト、さらにそこにチーズの粉をかけ、ちょっとね形状はねうん違うんだけれど細くはないんだけど、あのコロコロポテトはね。で昨日ウェンディーズっていうなんかハンバーガーのお店ある、呼び方ウェンディーズで合ってるかな、のポテトも食べて、そこもちょっとこう粉なんだっけ忘れてた、じゃがバターだっけかな、うん、それをかけて食べたらそれも美味しかった。んで今日もロフト9でブラックペッパーと粗い塩がちょっとあのちゃんとこう視認できる言い方よ、あのお塩がかかったポテトを食べた、もうそれも最高であった、もう選べない、どん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 こう美味しいポテトが出てきて困っている、もう自分でもあれ作れるようになりたい。スモマルは前のやつ美味しかったんだけど変わっちゃったんだよね、なんかいろいろ、あでも変わってからのポテト食べてないんだっけ、とりあえず前のねあのちっちゃい瓶に入ったこれにこうつけて食べるのも美味しかった、あれはね代理と一緒に絶賛してましたね、あのポテトは。好きなものに順位でもさ、これに関してさポテトの順位付けってさ誰も傷つかないじゃん、そうだから楽しくてやっちゃうあー、スワさん、くまちゃん、ありがとう。
ありがとう、くまくまちゃん、ありがとう。ごめんね、ポテトの話してて。もっと聞きたい話あるよね。ごめん、ポテト熱が今すごくて。マクド傷ついた。いやいやいや、でもやっぱもうね、なんかね、殿堂入りみたいな感じ、おマックは。うん、なんだ、私の体もポテトで、マクドナルドのポテトでできてるぐらい、本当に。いやー、まあそれぞれの良さがありますね。やっぱりなんかそのシャカシャカ振って食べられる系みたいな、あれはちょっと買っちゃうよね。そう、まだね、そのケンタのポテトっていうのがね、いや、お前ね、アンキッズの話しろよって感じだよね。ちょっと今ポテトの話がしたい。うん、ポテト。サブウェイもね、ネットにいろいろ、あのね、揚げ方書いてあるんだけどね、なかなかうまくいかないですね。あ、モスバーガー。どうだったっけ？今度食べてくるね、モスバーガー。シナビタポテト、うん、わかる、そうだよね、わかるよ。シナシナのヘニョヘニョのポテトも好きだ。ポテトだけ食べに入るの、うん、好きな感じのハンバーガーとかもあったら食べる。ケチャップつけないね。そうそう、オニオンリングね。デニーズの明太子が入ったソースに明太マヨだつける、あのポテトも美味しい。ポテトって素晴らしい。今日も収録でポテトの話しちゃった。幸せ。あ、でもわかんない、ポテト変わっちゃったかな、細いのになっちゃったんだっけ。私もね、細長いポテトしか、もうポテトはこれだけ、もうこれでしょってのがあったんだけど、やっぱりその概念をサブウェイがこうぶち壊してくれたっていうか。あれすごいですね。うん、本当にポテトが好き。え、舞台の話しろやって感じ？大丈夫。私はポテトが食べ、ポテトの話をして。いや、もう散々いろんなところでね、話してたからね。うん、うん、私もう今度やるので、あの、もう考えずにお楽しみにっていうね。炭水化物と脂質ですね。さすが人間捨ててるだけ。それは関係ないでしょ。関係ないわそれは。なんだこれ、何、誕生日 CPO、 なんか出てきた、なんだこれ、なんか出てきたんだけどよくわかんないや。他のじゃがいもよりは、いや、なんかペースト状のやつ、なんだっけ、マッシュポテトや。マッシュポテトも好きだよ。なんかサイゼにね、そういうポテトがあって、その上にチーズが乗ったみたいな料理があったんだけどね、なんかなくされた。あれはちょっとね、ほんとムカつく。ムカつくとか最低。大好きだったのになくなっちゃった。なんで、復活してほしい。
ハッシュポテトもいいよね。あ、そう、私が作るガレットも焼き。で、ほら、あのじゃがいもがね好きだから、あの冷製のじゃがいものスープも買ったし。明日お昼どっか食べに行っちゃおうかな。夜勤配信してすぐに。時間ない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 。次のファンイベントは、まあそうだね、今年は絶対無理だ。私は無理だ。やっぱり事前に皆さんにお知らせするとか、会場を取るとかね、今はちょっと厳しいですね。またもう少し先になりそうです。私はやりたいんだよ、すごくやりたい人なの。ファンクラブ作ってるくらいだからね。ただそう、なかなかそういうの取れない。一日休みとかもちろんあるけど、そこでそのいろんなものがタイミングが合うかってなると、私やっぱみんなが来やすい日っていつだろうって考えたら、やっぱ平日は厳しいじゃない、まあ、土曜の夜なのかな、日曜の、まあ、比較的来やすいのはそれくらいなのかなとか考えると難しいんですよ。意外と私も実際にそういうの聞いてみたりして、こういう難しい問題があるんだと思ったり。ね、今はねちょっと、ね、自分が行かないと成り立たんみたいな感じのねあれがたくさんあるので、舞台なんか本当にね、今の小声聞こえました。ハーガレン楽しみね。ありがとうね。ちょっと先だけどね、楽しみにしててください。会場ますます楽しみになりました。んーね、頑張ろう。え、今日さ、そのさ、もう私はもう次も出るし、どういう風になってるかとかは分かってるから、あの、あったけど、そう、これ話しちゃうとあんま良くないかなみたいなのがあったから、私はポテトを食べてたの。ただあの司会でこう回してる人がいて、もう仕事がねえからこの女自由に食ってんだろうなって思ったかもしれないけど、そう、次のことがあるから、あの、あんまりなっていうのがあったから、私は食べる飲むに喋れよって。そう、あんまりこの裏話とかしすぎるとみんなの中でよぎっちゃうかなとか思って、そう、だから逆に今日私が喋ったところとかないと思うから言えたみたいとか。楽しかった、めっちゃ楽しかった。ハガレンは当選率読めないよね。どうなんだろう、わかんない。本当に私もどんな感じか全くわからない。舞台やってたけど、
いろいろねやらせてもらったけど、やっぱりそのグループでやってたからファンの方がまあ結構割合占めてるのかなとかさ、そういうところもまあなんか読みやすこうかなみたいなあったけどさ、こんなにこうなんだろう、アイドルとしてというか AKB のこの中から一人こうまたいつもとはちょっと違う、やっぱり 2.5 とかってさ、舞台はこう舞台ってこうあるけどちょっとなんか違う感じが私はしてて、ちょっと説明の仕方今下手くそなんだけど、うん、やっぱこのそれぞれの演者さんのファンとかファン皆さんついてると思うし、この作品ってやっぱり大きいから、ね、原作でこうのファンの方がもしかしたらこうどれぐらい見に来てくれるかとか、いろんなさ、ね、そういうのが全くわからないから、私もなんか当選率とかまあわからない。2.5、 私もあんまりそうあまり今まで踏み入れてこなかった世界だったので、だからその原作がある、それをこう舞台上で映像とかじゃない舞台上でそれをこう再現する作っていくっていうのが 2.5 ってことですか、でいいんですかでもなんかこれにも呼び方があって 2.5 とは言わないんだね、点5って略して言うらしいよ。知らなかった私、その界隈の人たちは 2.5 のこと天狗のさっていうような会話の中でね、私はそこ馴染みがなかったらちゃんと 2.5 次元って言っちゃうんだけどさ、天狗だって、ねえ、そうそうそう、で今回はなんかハガレンのゲームがあって、そこのゲームの中である程度のレベルまで行くとあの先行で申し込みができるっていうのをやってて、だからみんなそこで頑張ってゲームやって応募してるみたいなことをねやっているんだよね今。やりますよ。ファンクラブのクラブの方はやっぱり そういう選考の申し込みの仕方もあるから、きっと分かんない、今どんな状況なのか全く分かってないんだけど、え今日いい感じ、いや今日はねやっぱねメイクさんにねやってもらったっていうのがあるからね、あ、でもこことかやっぱあれだね、自分のウルフに来た時のあれが残ってるね、これとか後ろ、あ、そんでもないかな、ちょっと短いなったりする、やっぱり私はこのスタイルが好きですね、大変だけどね髪セットしたりするのが、いやもう本当にね今日あの写真には絶対残さないんだけど私のね今日の格好とってもお気に入りだったんだ、可愛いんだ今日の格好、うん今じゃなくて今日行ってきた格好、黒のベストと、あれセットアップなんだけど黒のロングのズボンとベストと中は白のシャツを着てたんだけど、自分ではなせません
この辺は全然いいけど、全身とかは隠さない。写真に残さない理由は何だろう。え、自分だけの特別な可愛い格好とみんなにこうあんまり見せすぎたくないなみたいな。え、今日は SS です。あれ、今日会場に来てくれた人だけにがこう見えるみたいな。ベースはなんかもう自分の中で特別なので乗っけたくないんですよ。うん、そうだよ、お気に入りの、そうだよ、ぐんぐんぐんトップ、ピラミッドの頂点。なんか特別なやつなの、なんか今日のって本当に。こういう話したらあれかな、ちょっとなんかまたそういう自慢みたいになっちゃうけど本当にそのよくお洋服を買うところでもなんかたまにしか入ってこない海外のブランドの中で、本当にそれも数少ないみたいな感じで、たまたま自分が出会って、うわーって可愛すぎるどうしようってすっごく迷って、そうめちゃめちゃ迷ったし、でもすごい運命的な、見た瞬間ビビビってきて、でも本当に価値が本当に少ないからね、数が。そうイタリアからやってきたって言ってたの、そんなのってここでさ買わなかったら一生出会えないと思って、そうめちゃめちゃかっこいいくて可愛いの。あ、中のシャ、あの着てた白のシャツは違うんだけど、そうこのねセットアップが本当に可愛くて、そう私今日イタリア本当に叩かれるよって、ちょっとこういう話したらもうまたなんか揚げ足取られてなんか言われるのやだな。だからそういうのがあるから話したくないし写真載せたくないのっていうのもあるし、もう本当にとっても自分の中でお気に入りで大切なやつだったから、あんまり全貌がわかるようななんか配信もなかったし、そう残したくないなと思って。私本当に素敵なものだから、この先長く着てい いけそうなやつだなと思って。違う違う、いや私がってよりそのね不洋服が本当に素晴らしいの。そう英国風のやつとかもとっても大好き。いや違う、なんかミステリアスそこに関してはなんかミステリアスでいたいとかじゃないの、自分が大事にしてるものだから、気に入ってるものだから、あんまり話しすぎてまたそういう話してるんだみたいに傷つけられるのが嫌なの。だから好きって幸せっていう気持ちだけでいたいじゃない。そうだからそこをツンツンされるのが嫌だから嫌なの。違うの、だからそうやってセレブとかさなんかいじってくるじゃん、もうそういうことがそう、あまた言われちゃったみたいなそうだから秘密にしておきたい、シークレット。そう私がじゃなくてその自分の気に入ってるものがね、これを大事にしたい。
いや、まあ、今日は、そう、今日はもうなんかもう好き好き空間だし、好きな人いっぱいだし、ファンの人もきっとね、あれだったら、まあ、ね、おだいりとかミューのファンもいたけど、私のすごい来てくれるってそうたくさんみんな教えてくれてたから、そう、あ、じゃあ今日好きなお洋服着たいなと思って着てた。何？なんかマロさんに言ったの何？不思議になってて分かんない。何？何を伝えたんだ。怖いぞ。明日も頑張ってきます。無理無理。マルオさん怖いらしいな。ね、なんかちょっと面白い、みんながマルオさんと喋ったんだ。へえ。何話すのみんな。ここで寝てしまったりするの。ここで、うん、でも熟睡はないかも。こうやってなんかうーんって感じで、そういろんな角度に変えられるんだけど、自分のすごいだらしないですね、この格好。寝やすい感じになってこう携帯をいじってたりとかするけど、ベッドにはしてないかな。マルオさんにはジブリ学園続編お願いした。なんて言ってたの。おお、各自各自へって面白い。いや、なんかすごいなんか信じられない、あんな、あ、でもきっと素はそうなんだろうけど、あんな感じで喋ってるから全然違うんですよ、稽古になると。本当にもう隠し撮りして拡散しようかなぐらい本当に熱いですよ、とても。稽古の時間になると、うん、え、なんかそんなそんなにって感じかもしれないけど、いや、そんなに本当に。りんちゃんよろしく。何なの？待って。りんちゃんよろしくって伝えてきた。何それ？どういうこと？私のお父さんなの？何それ？やめて。何それ？本当にさ、やめて。よろしくお願いしますって、やめて本当に。もう、あー、じゃあね、どんな感じか、なんだっけ、調べてみて、 YouTube とかで、なんだっけ、俺の椅子だっけ、なんだっけ、なんかね、ドキュメンタリーみたいなあるのよ、なんか稽古風景みたいな、なんだっけな、え、あるあるある、まあ、ちょっと演技入ってるなと思ったけど、そうで言ったらあれか、あ、それそれ、主役の椅子は俺の椅子だって、そう、主役の椅子は俺の椅子って調べて
調べてみて。いやまあ言い過ぎるとあれなんですけど、それを見ていただければもう分かると思います。何かにあった気がします。私はそれを劇団員のこと見てちょっともうハハってなってたけど、多分みんなが見たら結構えっってなると思う。でちゃんと本当に見てみてほしい。まあ、常時ああいう感じかって言われたら全然違いますけれど、でもやっぱりちゃんとすごい優しい面もあるし、ああいう場ではやっぱりみんなが見てた感じの、はい、洗い物、いや違う、全然全く、えビビっちゃうと思うみんな。主役の椅子は俺の椅子だって。鋼も相当熱いって聞いてますからね。ビジュアル撮影やってた時にメイクさんにと話してたんですけど、やっぱりね付き合いが長いみたいで、いろいろこんな感じで稽古進んでいくんだよとか聞いてたりするけど、でそこでそれまで何かやってるのって言ったから、あ今度また12月に舞台やるんですよって話して、へえって、どこでやるのって言って、あと劇団鹿殺しさんでって言ったら、うわって鹿殺しあったすごいねって言った。そんなさあこの世界でそんな恐れられてる劇団なのって思ってびっくりした。それでね力量をこう測られるっていうか、そんなにすごいんだ、いやすごいよって、そんなところに行くのであなたって、あなたはすごい人だって言われた。でどんな感じで認知されてるんだろうって思って、すごい劇団さんですね。酔ってます、酔ってます、酔ってます、きっとセリフ酔ってないよ全然。1ミリも酔ってない本当に。いや私のテンションがこんなだから多分めちゃ飲んでるあれで酔ったと思われるかもしれないけど、これっぽっちも酔ってない。あの人関西の、あもう劇団鹿殺しさんは皆さん関西の方ですよ。裏とかではめっちゃみんな関西弁、表に出るときはあのなんかそういうのじゃないけどゴリゴリの関西弁ですね。いやもう私はもう自分が出てる映像とか本当に見れないので恥ずかしくて、であの時は自分の精一杯を出し切ってたはずだし、ある程度こうあできたなって自信持ってたんだけど、やっぱり映像で見てみて過去の作品見てみると、うわこんなひどい演技してたんだみたいな感じで、今日のとかも全然うわって激ヤバじゃんと思いながら見て、もう恥ずかしくて直視できなかった。だからポテトを食べていた。全部ポテトにつながる。本当にうわーって、いやあの時は本当に自信持ってやってたはずなのに、いや今日見てみたらうわーってひどいなって思っちゃった。ちょっとそういうのもあってちょっと恥ずかしかった。ところでポテトはどこなんすか？またその話しちゃう？またポテトタイムがやってきました。いやいやいや、明日も稽古なんですよ。このポテトに花を咲かせてる場所。ポテト話に終わります。
終わりにしようと思います。めちゃめちゃ長くやっちゃった。このポテト、え、何このルームは鳥かポテトの話しかしてない。鳥の話そんなしてないけどねそんなことないけどね。じゃあね、今日は来てくれたみんなありがとう。オイラはまた明日からしごかれてくる。頑張るでござる楽しかったね、今日はね。ありがとうございました。おやすみなさい。またやってきます。さよなら。